やることあったりしてたらもうこんな時間になっちゃった。明日がね久々の坂上がり公演なので、そうやばい、やらなきゃいけないことが多い。いや寝れてるんだけど、もうなんかいろいろやらなくちゃいけないことが溜まっておりますね。そう、わあ確かに福岡で見れないね。でも見れないね、確かに見たかったな。やばい、明日そう坂上がり公演、久々の台風でなくなってしまって以来なので、かなり久々になってしまいました。なのでちょっと見ていただけたら嬉しいなと思います。頑張る。ね、あの劇場じゃなくても配信でもどうかリアルタイムに見ていただけたら嬉しいです。見れない方はアーカイブで。疲れちゃった今日本当に。明日は何するかな。台風近づいてるみたい。そうなんだ。どうでしょう。あ、公開放送、放送、うん、うん、公開放送の受付開始、うん、開始ですね。もう少し。確かに。あ、そうなの？わお。公開収録のあともう少しであれか。開始なのか。お、皆さんどうかよろしくお願いします。ちょっとラジオ聞かないとの公開収録来てほしいです。どうにか無事成功させたいちょっと来てもらえなかったらちょっと寂しいです。寂しいでございますね。そう、お願いいたします。お、大ちゃんありがとう。ぜひ来れそうな日程的に来れそうな方はお願いします。雑巾さんありがとう。お、プレゼント、やっと日曜日、あ、日曜日か、休み確保ありがとう。お便りもお願いします。いやなんか私のコーナーさ、細かい着眼点多くて面白いですね。やっぱりなんか細かいことなんだけど、なんか気になっちゃうこととかさ、いろいろ細かすぎる話というか着眼点がね絶妙で、なんていうの、もうちょっとした話とかも、そうやっぱりねこのコーナーならではかなっていう、そこ気にするみたいなところとか、なんかそういうところもやっぱね、なんか おもろいなーで、じわーっとくるなと思って、やっぱある、結構そういうの好きなんですよね。なんていうんだろう、あんまりみんなは見てないけど、なんかちっちゃいことがなんかね起きましたっていう、そういう出来事とか、なんか気にするほどではないよなみたいなこともなんか言うことによってなんかじわっとくるね。そうそう、いけない、あーいけない、寂しい。
結構いろんな、いろんな幅広いお便りのジャンル、本当にいろんなジャンルのものが来るので飽きずに毎回楽しませていただいております。本当にみんな今後とも何でもいいのでねこれなんか、なんかこれ送ってみようかなっていう、気軽にね、気軽に気軽に来てください。平日難しい、そうです、平日のちょっと平日なので来れない方も多いかもしれないんですけれども、もし来れる方はぜひ応募していただけるとありがたいです。そう、これしとこう。もう少し、ストーリーに載せとこう。沖さんファンこんなファンいたっけってなるね。BLT 11月号もオフショアザーカット的なの出てましたので、皆さんチェックしてくれた方もいたかもしれないですけど、ぜひ予約してくれたかな、みんなよろしくお願いします。やっぱりね、男性からもそうだし女性からもそうなんですけど、こうスタイルとか褒めてもらえるのはやっぱりすごく私的には嬉しいんですよね。そう、嬉しいです。なんでかっていうと、やっぱりなんかすごく自信にもなりますし、あの日々ね、やっぱりすごいなんかこう、なんて言うんだろう、自分、私のなんか、なんて言うんだろうな、自分自身でこう努力できるところは努力して、なんかこう維持したり、なんかこうスタイルをねちょっとでもよくしたいなってこう思いながら、そう、美意識高め高めでなるべく美意識を持って日々生活しているものなので、しているので、やっぱりね、そういう単なるこうね、なんていうんだ、グラビアっていうのもさ、いろんなね見方があるとは思うんですけど、でもやっぱ、あ、あいつ努力してんだなって偉いよってそういう褒めはね、褒めの言葉はやっぱ嬉しいです。スタイルいいねって言ってもらえると本当に自信につながるので、なんかそう、そうなんです。なんかまあそういうのってなんかスタイルいいとかって全然なんかそう恥ずかしがることではないと思いますし、そういうのはね伝えてもらえたら嬉しいです。私も、うん、私もやっぱ努力してないと言ったら嘘になります努力してなかったらかっこいいんでしょうけど、そういうなんかね、え、私何もしてませんよみたいなじゃなく、やっぱ気にしますし、いろいろなんかそのできることはねしっかりこう自分磨きっていうか、いろいろそう頑張ってる部分もあるので、そうなんかそういうところはね褒めていただけた方が嬉しいですね。うん、あれな感じです難しいところである、確かにね
麗だねと言ってもらえると嬉しいですね。私はでもね、HKT はオフショットで水着を出しちゃいけないんですよ。そう、なんか他の48さんは多分 OK なんですけど、わかんない、 HKT だけかな。水着のオフショットとかは公式に上がってるもの、BLT さんとかが、まあ、その雑誌の公式さんが上げてくださるものは使用 OK なんですけど、なんか自分からオフショットはそう出せないので、そうもう紙面を見ていただかないといけないんです。謎の決まりがありましてね、そう水着写真 NG なので、昔からそう、昔からのかわかんないんですけど、公式で使われてるものは OK ですみたいなね。オフショットはダメとのことなので、やっぱりそこにね雑誌を買っていただけたら見れるという価値高めではあるのかな。そう、そういう考え方なんでしょうけど、そう出せないので、ぜひ皆さん雑誌でお願いいたします。はい、やっぱりでもグラビアもやっぱり一つのお仕事として、私は本当にいつもなんかやってるので、なんかやっぱお仕事ってね、一人でも多くの方にさ自分の存在を知ってもらえるチャンスだと思うので、お仕事一つ一つがでグラビアもそういう気持ちですね、はい、あと私はそうだね、なんか雑誌の表紙とか飾ってみたいなーってふと思いましたね。雑誌の表紙飾ってみたいわ、そういえばみたいな感じで思い出しました。いやなんかそう、表紙とかできたらかっこいいですよね。いやなかなかできるものではないんですけど、そうできるものではないんですけど、そう簡単に。でもやっぱミクさんとかさ、ずっとねなんか活躍されてるのを見てたので、なんか素敵だなって思って、なんかかっこいいじゃないけど、いろんな雑誌のね表紙をもうすごい飾ってたので、なんか素敵通り越してかっこいいと思ってました。そうだからいいなってすごい思うな。でも本当に皆さんからねなんかそうそういうなんか嬉しい声がね多ければ多いほどやっぱりそうなんか拡散してもらったり、そういうのが多い方がやっぱどんどんつながっていけるかなと思うので、みんなもぜひゲットしてアンケートとかも送ってくれたらね嬉しいなって思います。1904日目、ありがとう。4日目です。そうそう、チェキもあるかな、チェキもあると思う、チェキのプレゼントとかもあるんだよね。そうよろしくお願いいたします。あ
明日は。明日でも早いのか。うわ、明日5時間円か。明日ちょっと大丈夫かな。チケ当たったことない。あ、そうなんだ。意外と確率低そう。ね、明日ちょっと久々の目撃者じゃない、スカーフだから、ちょっとなんかドキドキ緊張しちゃうかも。でもなんか今後そのあとね、スカーフリまた当分出ないって感じでもなさそうなので、って感じでもなさそうなので、なんかね、頻度高めに出れた方が忘れないで済むので、それがありがたいんだけど、なんか間が空いちゃうと忘れちゃうんですよね、やっぱ。あとね、ジェラート屋さんにも行ったんですね。そう、なんか美味しいジェラート屋さん見つけて、また行きたいなと思ったんですけど、そう、暑くてアイスがやっぱ美味しいです。そう、ジェラート屋さんはね、美味しかったです。なんかパッションフルーツアイスとミルクアイスが、そう、美味しかった。暑くてもうやだ、本当にね、暑いよね。今日までなの？嘘。え？本当に？さっき地震あったのかな？今日、え？明日も暑いじゃん。ん？明日も32度だって福岡は。でも日曜日からは28度、27度、29度、28度。まあでも高いね。でもちょっと異常な、30度超えは異常なので、30度超えはちょっとやめていただきたいかなという思いです。あ、もう終わっちゃう。ではランキング見ます。13位キムケイさん、12位バラさん、11位おっさんおっさん関西のおっさん、10位ひろゆきさん、9位まさぽんさん、8位スミスさん、7位こうえいさん、6位やくさん、5位フジッピーさん、4位タータンさん、3位ぞうきんさん、2位フクペグさん、1位テイちゃん、ありがとうございます。では明日頑張ります。パワーをください。ちょっと明日頑張ります。ドキ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 って感じで頑張るよ。ではまたね、おやすみ。